連合国のヨーロッパ戦での勝利から70年となった8日、当時の戦闘機などがアメリカの空を舞いました。見つめる観衆の中には、B-29 爆撃機で日本への空襲に加わった元パイロットの姿がありました。ワシントン記念塔や連邦議会の議事堂など、歴史的な建造物をかすめるように飛ぶ飛行機。8日、連合国がドイツに勝利した70周年を記念する式典が開かれ、第二次世界大戦で活躍した戦闘機や爆撃機56機が、通常は飛行が禁止されているワシントンの上空を舞いました。その中には、世界で唯一、現在も飛行可能な B-29 の姿もありました。原爆落とし、多くの都市を空襲したこの B-29 ですが、ここアメリカでは勝利の象徴として位置づけられています。戦争に勝った象徴。アメリカ軍で初めて B-29 を操縦したボブ・ボシェーさんもそう信じている一人です。ボシェーさんは式典の前日、70年ぶりに B-29 のコックピットに乗り込みました。長空の要塞と呼ばれた B-29 で、東京や横浜などの空襲にもたびたび加わったボシェーさん。逆に味方が撃墜された経験もあり、当時はお互いにとって戦争だったと言葉少なですが、今強く懸念していることがあります。I'm concerned that the younger generation, and I mean kids in high school now, don't really have an appreciation of what we won in World War II. アメリカでは自由と民主主義を守った最も偉大な世代と呼ばれ、尊敬を集める第二次世界大戦の退役軍人たち。戦争を経て民主主義を勝ち取ってきたことが今の若い世代に理解されていないと危惧します。B-29 に敬礼したボシェーさん、戦争経験者たちの記憶を風化させまいとする思いは次の世代にどう伝わったのでしょうか。